皆さん、朝鮮半島情勢です。昨日17日、金正恩朝鮮労働党委員長は新型戦略誘導兵器なるものの実験をし成功したとの発表です。さらに24日にはウラジオストックにおいてプーチンロシア大統領と金正恩朝鮮労働党委員長との会談を行うとのことです。今日ご存知のように北朝鮮ではアメリカを中心とした経済制裁で大量の餓死者が出ております。この冬においても大量の凍死者が出ております。こんばんは。北朝鮮では国際社会とアメリカ、大韓民国、日本、中国共産党、ロシア、対話のための対話をね、続けております。一部、背取りと称するところでね、重油等が北朝鮮に運ばれているかのようです。疲弊し、朝鮮半島は疲弊しております。朝鮮半島南側大韓民国、韓国政府はご存知のようにね、ムン・ジェイン大統領がどのような方針か分からず右往左往しているところが現状です。さらにムン・ジェイン大統領は親日清算のこの方針に従ってかつての彼らの主張に基づいて親日清算の嵐が吹き荒れております。結果経済は大きく疲弊し多くの若者が職に就くことができず一部の方々はね日本に職を求めて渡ってきております。いずれにしても朝鮮半島においてこのように極めて不安定な状態です。その結果被害を受ける、迷惑を受ける、命を失う、これは民であります。もはやここにおいて尋常なる手段において朝鮮半島の安定は望むことができないかと私も思います。さらに残念ながら私たち日本においては拉致事件、北朝鮮によるテロ事件、この問題が前に進んでおりません。解決に残念ながら進んでおりません。ここに至っては私たち日本国も覚悟を持って朝鮮半島に対応しなければならないでしょう。一部のね保守の言論人の中には大韓民国と断交すればいいんだとこのようにおっしゃっている方もおります。しかし現実としては朝鮮半島と日本との関わりは深く人的交流のことはもちろんのこと今日においては経済においても大きく重なり合っております。朝鮮半島の
安定平和にはやはり何といってもね、私たち日本国が覚悟を持って対応するほかないでしょう。今日の情勢を見て分かるように、トランプアメリカ大統領はこの問題について解決安定という方向には向かっていないです。こんにちは。あくまでもアメリカのね、利益とアメリカの安全保障、このためにやってるだけですよね。在日米軍といえども日本を守るためにあるのではなく、あくまでもアメリカの利益とアメリカの国防安全保障上、これを堅持するがために日本に基地を構え軍事占領しているのが現状です。残念ながら私たち日本国では、残念ながら自衛隊もそれに対応する能力を持っておりません。また法的体系からこれに対して武力の行使もできなければ、武力による威嚇もできず、日本を自らの力で守れる状態にはありません。皆さん、日本のことは自主防、日本のことは自らの力で自主防衛自立を果たそうではありませんか。こんばんは、ありがとうございます。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2679年、平成31年4月18日木曜日です。ここは東京新宿駅南口です。ただいま午後6時5分を少々回ったところです。気温は18度少々です。こんばんは、こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。今日テレビ新聞報道機関マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める、反日に偏った報道を繰り返されているのが現状です。公共放送 NHK までもがこのありさまです。この報道に日本の危機を感じ、ここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。皆さんもね、ぜひここで一言二言自由に政治や社会に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。ぜひご参加ください。ありがとうございます、ありがとうございます。